岩本寺は、高知県高岡郡四万都町にある新聞州、地山派の寺院。藤井さん、ごちんと申す。本尊は、不動明王、聖寛禅御菩薩、阿弥陀如来、薬師如来、地蔵菩薩の古仏。四国八十八箇所令場の第三十七番札所である。本尊新聞、恩阿弥陸立て伊勢からう恩コロコロ千仙りまとうにそわか、恩あろりキャソわか。 音化か,かかびさん、前磯若、のうまく三万だばざら男線だマカロシャや、ソアタヤ、ウンタラタカンマンゴエいか、六つの地理五つの社表して、深き、ニーガの神の楽しみ農協員、当時本尊、奥の意味は富士像前後の札所、三十六番聖竜寺及び三十八番混合福寺との、距離が遠く、四国八十八箇所巡礼の変路は、当時で一泊することが多かった。 空海の七不思議伝説が伝わる。それは、二ーダ五社にあったもので、小安桜、三度栗、口なしビル、桜街、筆草、尻なし街、と立てず、庄屋である。時伝によれば、天平年間に、聖武天皇の直命を受け、行期が七難足、滅、七複足生を記念して改装したのが起源であると言う。それは、現在地より、北西、 約2キロメートルの新井田川のほとりで、新井田明神のあったことから当時は、新井田七福、別名、七福寺と呼ばれた。その後、公認年間に、空海が五社、五寺からなる福縁万寺を増築し、東から、東大宮が、不動明王、今大寺院には、西城観音菩薩、中宮のが、阿弥陀如来、西大宮が、薬師如来、西宮が、 将軍地蔵菩薩とそれぞれ本尊を安置し、星友の秘宝を収したという。こうして、新位が5社十二福寺と称し、佐賀天皇の直眼所となり栄え、別当時の福円満寺が札所であった。天正年間に陛下によって消失するが、時の足摺山主、御子と海神皇が弟子の尊心に命じて再興した。一方、岩本寺は、町中にあり福円満寺から足摺へ向かう。 途中の宿坊であった。中世末に一夜どした御子都会神皇がこの宿坊に岩本坊の名を与え繁盛した。六百五十二年から六百八十八年の間に衰退した福塩万寺から別当が移り岩本寺と改称し農協は五社大明神別当岩本寺と記帳された。明治初期には神仏分離により二位が五社の五つの仏像は岩本寺に移されたが、 しばらくして、仏像と札所見は、八幡浜の吉蔵寺に移る。しかし、明治22年岩本寺は復興して、仏像と札所見を取り戻し、現在に至る。二王門から境内へ三門を入ると左に、長津場、農協所、右手に、聖天堂、首郎があり、正面右手に本堂が立つ。本堂の左には、水天宮、首郎の奥に、大師堂がある。 本堂の正面に、土産物を売っている売店と宿坊があり、トイレもここで借りる。境内の裏店には、土佐路塩鉄道の線路が通り、参拝中に、列車の姿を見ることができる。鉄道バス道路福塩万字席高岡神社吉蔵寺、明治大正年間、岩本寺の本尊と農協ハンディが移転されていた。ありがとうございます。